ウッドデッキ Q&A、 車椅子でリビングの掃き出し窓から出入りできるようになりますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。お客様から車椅子でリビングの掃き出し窓を出入りできるようにならないかご相談があったんですけれども、ウッドデッキで解決しますよね？そうですね、あのウッドデッキをお庭全体に作ってリビングの窓のところのギリギリの高さまで、作って、出入りすれば入あの出入りはあの簡単にできると思いますね。それで、ちょうど入り口に当たるところの通路のところの部分だけあのスロープ状に斜めにウッドデッキを作って、で、まあ、地面のところにこう擦り切るような形で、作っていけばあの自然にあのタイヤがウッドデッキの上にこう乗っていきますので、まあ車椅子だとお玄関から出入りするのは非常に難しいので、そういう形でお庭の通路を平らに作り直してウッドデッキの上にこうスロープで上げて、スロープ上から今度ウッドデッキに登った後に今度リビングの出入り口から入るというような形が一番あのうまくできると思います。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。